はい、今日はね、はい、ゼルダの最新の状態を見てもらいましょうか、皆さんにね。はい、はい、もういきなり夕日ですよね。そうですね。ことは向こうが西の方。そうなんですよ、夕日がね綺麗なんで、ちょっと見てもらいたいなと思って。そうですね。おお、登ってきました。はい、ね、こういうあの、まあ、広い世界なんで、高台からこうやって見下ろせるような場所を、ね、あのたくさん用意してるんで。でどっか行こうというこう。そうですね。すごい遠くですね。でこの状態からこう、はい、ね、周りを見て、覗いて、なんかちょっと怪しい塔がありますから、例えばこういうところに。なんとか行こうかって。はい。はい、じゃあ、あ、外ポッと光って。新しいのろしが。でこうマップ上に、ね、ね、バッテンがされるんですよ、はい。はいはい。今リンがいるところここですから、はいはい、ここまで、こっか、こういう距離ですね。これなんか拡大したりできるのよね。あ、できます。これが拡大ですね。どんどん引いていってもらうと、これまだ引けます。まだ引けるか。これまだ、はい、あの世界のほぼ、はい、これ端っこまで。ここですね。今ここを行こうとしてる。この端っこまでどれぐらいあるんですか。もうね、歩いたらリングで歩いたら大変な時間になっちゃうんで、こう、まあ、とりあえずここでですね、さっきのバッテンのところにちょっと行ってみましょうか。バッテンのとこ行くのに、はい。よいしょ。あ、よかった。パラシュートが ね、あるから、あのスカイウォードでも大活躍しましたけど、はい、でここからですね、さっきの矢印のとこ行くっていうのはちょっと大変なんで、はい、ここにね馬がいます。あ、エポナーさんですね。久しぶりですね、はい。あ、こういう複雑なところを、あの私今ほぼスティックに触ってますね、はい、触ってない、はい、木には当たらないです、ね、あの実際の馬もね、自分で手に当たる馬ってのもあんまりいないと思う。当たんないやもんね、はい、うん、そういうところを今回。そうするとこれで手が空いたので馬上でいろんなことができるわけですよね、はい、ね、カメラも自由にこうやって回せますし、カメラ回したり、ね、こう剣を振るなんてことは普通にできますけど、あとは基本はやっぱり矢ですね、ですね。これでゆっくり狙える、はいはい、ちょっとこの矢で、ね、狙える敵のいるところに行ってみましょう、はいはい。虫とかもいいね。いますね。リンゴが鳴ったりしてたよね、この間ね、はい、それを取ってリンゴが食べたりします、ね、これ怪しいですね、ダンジョンの入り口が近いのかな、ね、みたいな。そういうとこに大体こういう人たちがいたいね、やっぱりね。よし、あ、いた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 、よし、おーしと、ね、カシャーンって言ってますけど、はい、これがあのちょうどいいところに当たって敵にダメージを与えた、与える、よっしゃー、気持ちになった。こういう時は馬の上からなんか、はい、飛べるんですよね。飛んでこの間に弓を打ちます。馬の上からこう飛ぶとスローモーションになるんですね、はい、スローモーションになります。この間に、お、狙いやすくなった、はい、で目的地までどれぐらいあるんですかね、あとそうですね、まだもうあと 4,5 分かかってしまうと思うんで、来年発売大丈夫ですよね、はい、大丈夫です。あのみんな頑張って作ってますんで、はい、はい。それより宮本さん、あのスターフォックスの方はどうなんですか。え、じゃあスターフォックス、そうきますか、はい、スターフォックス全然大丈夫ですよ。あ、すごいですね、すごい。きっと、うん、来年はもうゼルダの前にスターフォックスは行きます。結構ね、ゲームパッド使ってね、いい感じになってきてるんですよ。あ、うん、あ、でもその前にあのムジラの仮面が出ますんで。そうだね、ムジラの仮面はあれね、いろいろこう修正はしたけども、はい、いい感じにね、そうですね、移植できましたね。遊び応えを変えずに ね、あの遊びやすくなってますんで、うんうん、前の至らなかったところもこういろいろね手を入れたし、そうですね、10年の時を経て10年たかった、はい、3日間システムはそのままですしね、はい、そのままです、うん、はい、と喋りながら遊べるゲームということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。